はい、それではチャイコフスキー交響曲第5番第2楽章2回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、44小節目からの解説となります。はい、ここからテンポ振りもとは書いてあるんですけれども、まあ、アニマンドやまたリテルートなど、まあ、引きりなしにテンポが変動する部分が続いていきます。で、ベースは45小節目から入ってくるんですけれども、まあ、ピチカートはもう問題ないですね。第3ポジションからスタートしていただいて、で、最初のデラも解放で構いません。で、あとはそのままもうすべて、もう、経線で降りていただくことになります。で、46小節目からアニマンドと書いてありますので、ここからまあテンポがだんだん速くなっていくっていうふうに、指揮をしっかり見ていただきたいと思います。はい。で、その後のアルコ、47小節目の3拍目のアルコなんですけれども、まあ、ここも、まあ、最初、ダウンから入るか、アップで入るか、まだ様々にあった形があるんですけれども、まあ、次の小節の、終わりを、の、最後の終わりをダウンで終わることを見越しまして、ここは、アップで入っていただきたいと思います。まあ、どうしてもあんま弓先になるんですけれども、まあ、十分にフォルテは稼ぎますので、からリテルートと書いてます。で、ここでまあリタルダントという形となります。で、まあ最後はもうここはもう第2ポジションでもチストでバックナッツを押さえていただきたいと思います。はい。で、その後49小節目からのピチカートは同じ形が続いていきます。はい。で、アルコになってからも、もう、まあ、ほぼ同じ形ですね。で、52小節目からなんですけど、ここまだ、からまた、ポコピューモスと書いてありまして、また、テンポがまただんだん速くなっていく部分になります。で、ここからはですね、もう指揮者のがどれだけ速く、するかにもまた展開が変わってくるんですけれども、まあ、そこもしっかり指揮者を見ていただいて、まあ、白の頭を主に担当していますのでね、そこをしっかり指揮を見ていただいて合わせるということを心がけていただきたいと思います。はい。で、ここからどんどんクレッシェンドが変わっていきますの で最終的にはテンポプリモと書いてあります56小節目でフォルテが3つになってきます。で、ここまで相当なクレッシェンドをかけないといけませんので、なるべく弓のスピードは速くなりすぎないように、特にその前の55小節目からはなるべくあまり弓のスピードを上げすぎないように、まあ、ゆっくり腕の圧力で弾いていただきたいと思います。で、そしてテンポプリモからのこのボーイングなんですけれども、今弾きました通りに最初はダウンで、最後4拍目のハートチス、これをアップアップとしたしまして、ギスとアイスもアップアップというふうに弾いていただきたいと思います。で、ポジションは今横で取ったんですけれども、まあ、自信のある方はもう D 線1本で上がっていただいて第4ポジションで取るという方法もあります。はい。で、58小節目のリテノルトでかなりゆっくりとなっていますので、ね、ここは飛び込みやすいのですね、ここは指揮を見て必ず飛び込まないようにそこだけ注意してください。はい。で、またピューアニマートと書いて、またディテールと書きますので、ここは非常にテンポの変動が大きい部分になりますので、ここも指揮をしっかり見ていただきたいと思います。はい。で、ここはもう単位で2小節つながっているんですけど、ここはもう1小節単位で解読をしていただいて構いませんので、ポコ目の61小節目の D の入りをダウンになるように、もうここで解読をしていただきたいと思います。はい。で、そしてその後、またポコメノがずっと続いていって、63小節目。で、ここは、特に後半のハート、デーが出てくるんですけれども、ここはもう、まあ、デー線、あ、すみません、ゲー線1本で、か、あるいは、第4文章でもまとめて、取っていただいても、どちらでも構いません。はい。で、そしてその後、チストデーのこの、普天二分音符の形は、もう、デクレッシェンド、このクレッシェンドの形をしっかりつけていただきたいと思います。はい。で、4分の4拍子になる直前が65小節目。で、ここは、まあ、指揮者によっては、かなり、ここで、テンポを、指揮を振り分ける、指揮者もいますので、ね、その場合は、しっかり指揮を見ていただいて、次の、ピチカートの持ち替え、すぐに、ピチカートに持ち替える部分がありますので、そこの持ち替えを、うまくタイミングを測っていただきたいと思います。
はい。で、その後、4分の4拍子になりますけれども、まあ、実質4拍子で変わらないですね。はい。で、そのままずっと、次に進んでいきまして、次が72小節目なんですけれども、まあ、ここのポジションは、最初はのチストを1で取ります。で、その後を、次、フィストからのこのスラーがあるんですけれども、ここを第3ポジションで、D 線で取っていただきたいと思います。あとはもうそのまま、あと、エイスは第2ポジションで、取れる形となります。で、ピッチカートも、その次のピッチカートは、もう第2、第3の中間ポジションで、オクターブを同じポジションで取ってください。はい。で、その後、75小節目からなんですけれども、で、ここはボーイングを、まあ、どういうふうにするかも、がポイントになってくるんですけれども、ここは、最初がダウンになりますので、まあ、そこからずっと弓順でいきますと、79小節目からすべて逆弓になる、なっていきますので、まあ、そのままずっと、弓順でいきましたって、83小節目が、そのまま、すみません、82小節目の最後の割のベーが、アップの割りにしていただけたらと思うんですけれども、もちろん、弓順でいっていただいても構いません。で、どうしてもこの逆弓になるのが好きではないっていう方はですね、まず最初、ダウンから入りまして、で次の、この小節数で言いますと76小節目ですね。76小節目のギストで、ここをアップアップとして、ですね、ここをギストでをアップアップとしまして、でそこから、しますと、その次の79小節目の入りがダウンになります。で、その後も、この、アイスとアーをアップアップとしまして、あとは弓順で入りますと、あとは元に、先ほどの形とに戻る形となります。はい。で、その後ですね、83小節目からこのシンコペーションの続きなんですけれども、まあ、ここも最初ダウンで入るかアップで入るかでまた変わってくるんですけれども、まあ、もし、ダウンで入る場合は、一番終わり、シンコペーションが終わる部分が86小節目、最後の2つのベーを、で、アップで、アップアップという形で終わりますと、次の小節がダウンで入ります。で、アップで入る場合はもうそのまま指順でずっといきますと、そのまま同じ形で入っていきます。はい。で、87小節目はもうそのまま、もう、明日はハーフポジションで取っていただいても、あるいは、D 線で取っていただいても構いません。はい。で、そのまま、フォルテまで持っていく形となります。で、ピッチカートの、その後のギスの2回出てくるんですけども、かなり、まあ、音程は高いんですけども、まあ、その前に2小節間休みがありますのでね、それまでにポジションの準備は十分にできますので、第6、第7の中間ポジションで、確実に音程を外さないように注意していただきたいと思います。はい。で、アルコになってから、まあ、16音符の刻みが続くんですけれども、その後からストリングエンドとか入っていまして、そこから、かなりテンポが速くなっていきます。で、フォルテから、フォルテ3つまでクレッシェンドしていきますので、かなり力がありますので、もうたっぷり弾いていただきたいと思います。はい。で、99小節目からゲイに変わったところが、ずっと、ここもフォルテ3つが続くんですけれども、まあ、ここはもうかなり、ここに来ますとかなりテンポが速くなっていきますので、まあ、しっかり式を見て、で、第一主題が、金管楽器に出てきますので、それをしっかり聴いていただければ問題ないと思います。はい。で、まあ、特に注意していただきたいのは、最後の切る、場面なんですけれども、全合奏が、まあ、一斉に終わりますので、特にしっかりテンポを数えていった、いただかないと、終わりが分からなくなって、自分だけ音が残ってしまうっていう、場合が、それが、一番良くないことですのでね、そこだけ、注意していただきたいと思います。はい。今日はここまでとさせていただきます。はい。で、まあ、特に、前半は、テンポの変動が大きい部分が続いてきまして、で、まあ、後半の4分の4拍子はそれほどテンポはないんです。テンポの変わりはないんですけれども、最初、今説明しました、ストリンジェント、そして、速くなる部分、と、そこの展望感だけ注意していただきたいと思います。はい。第2楽章2回目の解説は以上になります。ではまた次回。